東京競馬場第4レース、3歳未勝利、芝コース 2400m 戦、11頭立て。真夏の陽気です、東京競馬場。今日はウッドバイン競馬場賞パラダイスステークスが行われるということで、内馬場には日本とカナダ2カ国の国旗が掲揚されているんですが、旗の布がだらっと下がっています。ほとんど風がないお昼前です。最後に11番サトノアンタレスが向かって、全馬ゲートに揃いました。スタートしました。内から1番マイネルペルセウス、外からは10番インディストーンが好ダッシュを見せました。まず徐々に内に寄って10番インディストーンが逃げていきます。2番手以降まだ固まっていますが、内から4番ディベイラパレス、今日は2番手先行策スタンド前通過、3番手に9番ローディアマントがつけていきました。4番手は広がって内から1番のマイネルペルセウス、5番ウィンクリエ、2頭の外に11番サトノアンタレスが中段、その後に6番ウィンデュクスが続いていきました。馬群は2コーナーにかかります。逃げたのは10番インディストーンです。リードを1馬身、4番ディベイラパレスは今日は2番手を取りました。3番手に9番ローディアマントが続いて2コーナーカーブ、4番手は5番ウィンクリエ、外目11番サトノアンタレスが続いていって、前の5頭ほぼ縦1列向こう正面に出ます。6番手インコースからは1番のマイネルペルセウスが行って、外からは7番の山吹、中段が固まってきました。2頭の間には8番ホーワルマン、差がなく続いています、固まっています。2馬身切れて6番のウィンデュクス、内目から後方から3頭目、あと後ろ2頭、2番オセアジャーディンと3番レイジングウェイブという隊列になっています。向こう正面中間を過ぎていきます。1200の通過が1分15秒ぐらい。これから3コーナーのカーブ、先頭10番のインディストーンです。リードを1馬身取っています。2番手に依然構える4番ディベイラパレス、3コーナーのカーブへと入っていきます。残り 1000m、 1馬身後ろ、3番手外目には9番ローディアマントです。差がなく内からは5番のウィンクリエ、3、4コーナー中間、馬群が徐々に固まってきます。前から5頭目になりました11番サトノアンタレス、この位置で先頭までは4馬身ぐらい、外目には山吹、内から1番マイネルペルセウス、差がなく8番のホーワルマン、続いていって4コーナーのカーブ1段で迎えます。後方にオセアジャーリン、そして6番のウィンデュクス、レイジングウェーブです。4コーナーをカーブして直線に出てきました。やや内を開けて10番インディストーン、残り400を通過、リードが1馬身、外から4番のリベイラパレス、接近、坂を登ってくる、大外からは一気に7番の山吹が追い込んできました。内に入ってきた11番サトノアンダレス、2番手以降が広がって連れてホーアルマンも追ってくる、200を切りました。しかし先頭は粘る10番のインディストーン、外から追い詰めに行く4番のリベイラパレス、間を狙って11番のサトノアンダレス、3頭のせめぎ合い、外から4番のリベイラパレス、リベイラパレスだ、ゴールイン。11番サトノアンタレス2着、3着に10番インディストーンです。最後外から競り勝って捉えました4番のディベイラパレス、人気に応えました戸崎啓太騎手、今日2勝目です。馬群の最後内目に進路を取って、11番サトノアンタレス追い比べに持ち込んだんですが、わずかに最後この競り合い4番ディベイラパレスに先着を許した格好、2着10番のインディストーン、今日は逃げの手積極的に運んで3着でした。勝ちタイム2分28秒1、上がりタイムゴールまでの 800m が46秒5、 600m が34秒2です。前の3頭が結果的には4番手以降を離す形になって、離れた4着に8番のホーオーアルマン、大外7番の山吹が体半分ぐらいの差で5着で続いています。東京4レース、到達順はすんなり、1着は4番のディベイラパレス、エピファネイア3区宮田圭介調教師の管理は。東京4レースが終わりました。父はエピファネイア、母アドマイアセプター、両決馬4番のリベイラパレスがわずかにかわして勝利をつかんでいます。間から伸びたサトノアンタレスが2着、3着に10番のインディストーン、人気順通りです。4番11番10番、1番人気2番人気3番人気です。単勝4番 1.9 倍、枠連48 1.5 倍、馬連4番11番 4.3 倍、
馬単4番11番 6.9 倍、3連複4番10番11番 5.3 倍、3連単4番11番10番 15.7 倍です。確定までお待ちください。